メアジードーツ。メアジードーツはアメリカ合衆国の競争馬。日本で第一回ジャパンカップに優勝したことで知られる。1978年12月にデビューし、4戦目で初勝利を挙げた。ダートでは3歳時にアラバマステークスの3着、5頭立てが目立つ程度と目が出なかったが、4歳時からはシワのレースを中心に使われるようになり、5月に11、 ハロンのヤーバブエナハンデで重賞初勝利。5歳となると本格化し、3月20ハロンのサンタバーバラハンデでザベリワンに花さの2着と構想。さらに、ヤーバブエナハンデ、10ハロンのニューヨークハンデ、9.5ハロンのマッチメーカーハンデと重賞3連勝を飾った。この後は、ハンデが見込まれ勝ち星に見放されるが、12ハロンのロングアイランドハンデを2着として、 ジャパンカップに臨んだ。一着賞金6500万円の国際招待競争と金銭的条件は世界でも屈指という触れ込みで1981年に始まったジャパンカップ。予備登録段階では、当時芝では世界最強と言われたジョン・ヘンデーやケンタッキーダービー場のジェニュインリスク、プレザントコロニー、タップダンスシティの祖父といった。 ビッグネームの名が上がっており、ファンの期待を集めた。しかし、実際に参戦したのは、ザベリワンが、唯一の G1 勝ち馬と、予備登録段階と比べると、格落ちの感は否めず、G2 レベルの枠を出ないメアジードーツも、有力の一頭とみなされていた。招待馬は、アメリカ馬3頭、カナダ馬3頭、インド馬1頭、トルコ馬1頭、到着後故障し、不出走という構成だった。 ヨーロッパからの招待馬がいないのは、11月はすでにオフシーズンであることと、日本の競馬のステータス、認知度の低さを考慮して、最初から勧誘すらしなかったためである。対する日本馬は、この年の天皇賞、秋の優勝馬、法要防イ、同2着のモンテプリンス、同3着のゴールドスペンサーが揃って出走するなど、小馬の一戦級が集まった。 ショタイバはトライアルのオープン戦に出走したインドのオンオピニオンを除き、レースの10日ほど前から来日した。メアジードーツは来日後軽めの調整を続けたが、最終追い切りではレース並みの時計を出して、周囲を驚かすなど、コンディションは絶好だった。正気十分と踏んだメアジードーツの場所は、レース当日になって、日本の硬い馬場では馬が故障してしまうとして、 馬場に水をまくことを要求した。出走取り消しをちらつかせていたため、日本中央競馬会としても有力馬を直前になって回避させわけにはいかず、要求を飲まざるを得なかった。このためレースは、両馬場発表ではあったが、メアジードーツが得意とする、ややソフトな馬場状態で行われることとなる。ジャパンカップでの人気は、体調不良がささやかれたことや、 冬気が出て、見栄えのしない場体だったこともあり、離れた5番人気。1番人気は、招待場の目玉のザビルン。日本場が惨敗続きだった、ワシントン DC インターナショナルで2着という、金冠版が大きく影響していた。2番人気以降は、モンテプリンス、法要ボーイ、ゴールドスペンサーと日本場が続いた。外国場とはいえ二流どころが相手なら、日本場でも正気がある。 と考える競馬ファンは多かった。レースは、後に、日の丸特攻隊と称される桜進撃が、1000メートルを57秒、8という短距離戦並みのハイペースで逃げたが、カナダのフロストキングがこれを、無理なく追走。4コーナーに差し掛かったあたりで、桜進撃をかわし、早くも先頭に立った。早いペースへの対処に苦慮した、日本馬が直線で伸びをかく中、 メアジードーツは外から鋭く伸び、フロストキングと激しく叩き合う。安城のキャッシュはスムス戦の無知に応え、最後は一馬身抜け出し、ジャパンカップ制覇を飾った。ザベリワンは3着。直線一気にかけたゴールドスペンサーの5着が、日本馬最高着順だった。勝ち時計は2分25秒3。芝2400メートルの当時の日本レコードを0秒5。 東京競馬場のコースレコードを1秒縮めるという驚異的なタイムで観客からは大きなどよめきが上がった。この結果は日本馬と外国馬の実力差を歴然と示していた。日本の一流馬が外国の二流馬にホームでも完敗したという事実が当時の日本の競馬関係者、ファンに与えたショックは計り知れないものがあった。メアジードーツはこのジャパンカップを最後に引退。 繁殖品馬となった。3区のうち、メアジーダンサー、チチリファール、ハイブリッジスルー、チチシアトルスルーの2頭が日本に輸出れ、主母馬となった。前者が一戦位れ勝、後者が不出走という競争成績にもかかわらず、主母馬となったあたりに、メアジードーがもたらした衝撃の一端が伺われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。